さあ、それではダイパリメイク発表記念の感想雑談をやっていきたいと思います。ついに来ましたね。いや、実際に発表されたら文句なしのトレンド1位、現在429,106件のツイート、とんでもないっすね。現在早朝6時半で、トレンドの3位アルセウス、4位スイッチ、5位ダイヤモンド、6グラフィックで、11ポッチャマ、12日の嵐、13シャイニングパール、15ポケットモンスター、16 ORAS オメガルビーアルファサファイアのことですね、17ダイパキッズ、18ダイパ世代、残りは21ピカブイ22新王地方、23ナエトル、24ゲーフリ、25 BW キッズ、26ダークライ、28ヒコザル、29 HGSS ハートゴールドソウルシルバーですかね、とトレンドがねポケモン一色なんですよ。ガブちゃんちょっとうるさくない？すいませんね、映しといた方がそれっぽいかなって思ったんだけど、思ったよりこの子ワンワン泣き声出しよる。はい、というわけで、まあついに釣りでも何でもなく発表されました。めでたい、ついに来ましたね。 DS の頃のポケモンのリメイクなので、人によってはこここそが黄金世代という方も多いのではないでしょうか、というかそういう風に聞きました。で、今回はそれのね、まあ感想なんですけど、最初に思ったのは、あ、この剣盾の路線でリメイク作るんじゃないのかって思いました。はい、というのもこれまでのリメイク作品っていうのはおおよそ、例えばまあ 6.5 世代だとかそんな感じですかね。私は XY の頃は動画デビューでよくやってたんですけど、その頃に関してのリメイク、オメガルビーアルファサファイアは、XY ベースのちょっと延長した感じの 6.5 的な感じで出てたかなとか、それ以前のリメイクについても、まあ大体はそんな感じで出てたんで、なんでリメイクという名目でかつ独自路線貫いてきたという意味では、珍しいパターンなんじゃないかなと。ピカブイとか、さっきトレンドにあったのは多分それに近いみたいな感じなんですかね。うん。なんで個人的にはほえー、意外ってなったのと、リメイクがなんか外注みたいなことをわざわざ言ってたんでね、うん、その辺も含めて珍しいなとは思いましたが、なのでもしかしたら人によっては期待してたリメイクではないというところはあるのかもしれませんが、これ生放送の意見でいくつかあったんですけど、当時のマップとかをこの感じに起こすと違和感が出るんじゃないかっていう、そういう考え方もあるんやなぁとなりました。実際納得もしました。はい、まあ実際当時のプレイをそのままねできると思うといいところもいっぱいあると思うんですよ。うん、まあ私はどっちにしろ買うタイプなんでね。まあでもこういうビジュアルでね、壮大なスケールの世界観を堪能してみたかったっていうのはちょっとあるかもしれない。そういう点ではちょっと残念かもしれませんが、まあ昔の世界観がある程度綺麗になったってだけでも存分に楽しかったっていうのは過去のリメイクピカブイとかもあったので、うん。あと対戦環境とかは気になりますよね、ポケモンの。多分隔離されるんじゃないかなと思いますが、そういう意味ではこの剣盾こそがなんかポケモン対戦勢、うん、全体の1割いればいい方かな、下手したら。はい、ユーザーね、隔離施設になるんじゃないかとか言われてましたねまあダイパはダイパの環境で戦えるから、それこそこのガブリアス君がもしかしたら頂点に立つ環境が戻ってくる可能性はありますね。はい、でそうですね、でその後に発表されたオープンワールド的なアルセウスのあれ、あっちが私的にはへーってなって、そっちはゲームフリーク主導で作ってるらしくて、うん、まあなんというか
あっちの方が気になる方も結構いるのではないでしょうか。実際に草むらに潜ってボール投げるとか、さながらのアクション。うん。ただ、マップ上にいたポケモンが妙にカクカク動いてたところが気になりますが、その辺はね、来年らしいので、きっとなんとかなってくれることを祈っております。はい。で、トレンドにある御三家のポケモンっていうのが、まあ、ダイヤモンド、パール、および今言ったオープンワールドポケモンで、登場する御三家ですかね。御三家ミックスされたっていうのが、また一つの新しい分岐点といいますか、忍び的な、衣装にふさわしいポケモンが選ばれた気がしますね。なんか刀しかり、なんか忍びしかり、火花とかね、なんかそんな感じなのかな。はい。で、そうですね。まあ、こんな枠取ったから結局お前はどう思ってるんやと。僕は、ポケモンスナップが一番楽しみです。まあ、発表されてからまだ6時間ぐらいなんでね、この後いろいろあると思う。私としては、まあ、この、剣盾的なね、すごいこれ、剣盾自体がすごい画期的だったんですよね。うん。ここまで綺麗になったかって感じしましたし、そのままの世界観で遊びたいと言ったのはさっきの通り。ですが、まあ、昔の雰囲気を残したダイパも悪くはないと思っております。私はどっちかっていうと、ポケモンは箱推しタイプなんでね、全世代、一応旅に関してはある程度やってる。ただ、君はまだ本当のアローラを知らないに関しては、実はまだクリア後のストーリーを遊んでなかったりするんじゃがね。いずれ、やるとは思いますが、はい。なので、まあ、結構ね、冒険目当てでポケモン買う層の方が多いというか、動画とかだとなんだかんだ対戦とかすごい盛り上がってますけど、ユーザー数的にはそれでも旅中心が圧倒的多数派を占めるので、あの形式もまたありなのかなという気はします。はい。で、その後のオープンワールドが、順に気になってくるかな。なので私としてはポケモンスナップオープンワールド来年のやつかな、この順に今気になってる感じです。はい。で、人によってはやっぱそのグラフィックとかがトレンドに入ってるのはそういうことなのかな、多分。あとね、そのポケモン隔離施設になってる云々なんですけど、なんかそのオープンワールドの方のポケモンは一人用らしいんだよね。うん。そういうのも含めて、一番いろいろな種類のポケモンで戦えるのは、剣盾になるんじゃないかという説があるのではないかと。今、ツイッター見てますけど、多分ですけど、ポケモンプレゼンツが引き起こしたダイパーリメイクにおける争い。剣盾のグラフィックでやれ派、バーサス、昔のグラフィックでやりてえからありがとう派、バーサス、ダークライ、バーサス、今回も何も知らない大泉さんみたいな。すでに画像はいっぱいあります。まあ、なのでその辺に関してはね、賛否両論もあると思うし、中には結構ね、もうダイパリメイクが楽しみすぎて痺れを切らしてね、ポケモンスナップの情報中に、はよ、ええから、ダイパーの話しろや、みたいな、過激なコメントをする人が見て、ちょっと悲しかった、みたいな意見も見受けました。まあ、それだけ熱狂的なゲームなんやな、という意味では。はい。まあ、僕としてはね、ダイパーのポケモンも対戦で使いたいところある。この剣盾環境に、プラスでね。うん。なんか、新王のポケモンがそんなにいないとか、言われてたのは、リメイクが来るからだみたいな。そう、ダイパーリメイクのフラグみたいな話もあったんでね。ちょっと期待はしていたね。大剣気とか結構渋、かっこよくて昔使ってたのよ。大剣気で合ってるよな。昔大元気って言ってたからな。もう何が本当なのかわかんなくなってきたよ。うん。でもそれは一種だから。うん。でも、確か、ミジュマルくんはアルセウスの方にいたよな。ちょっと待ってな。調べる。そっちも出してほしいんだけどな。うん。だから期待してんのよ。その、グラフィックが剣盾に近い方にミジュマル出てるから、だけど一人用なんだよね。で、新王の方はね、エンペルトとかいるじゃん。
新王の御三家はみんなかっこよくなるよね。まあ、可愛いのが好きな人にとってはちょっと、残念な方向性かもしんないけど。私は、そうだね、バトレボで懐かしいね。好きなポケモンでパーティー組もうってなった時にね、ドダイトス使ったんですよ。全然勝てなかった。バトレボね。まだ全然動画投稿とかも知らない時代だったんですけど、スカタンクとか好きなポケモン詰め込んだ結果、全然勝てなくてすぐやめましたね。はい。まあ、草地面とかだったら、まあ、ドダイトスのビジュアル的にはグラススライダーを覚えないだろうけど、みたいな、こういう妄想の余地がすごい楽しかったんで、ぜひとも、その中でな、そうだよね、ポケモンホームを介して連れてきて、剣盾で戦えるみたいなんだったら、最高なんだけどな。まあ、難しいのかな。うん。で、何気に爆風とかもいいよね。私、そうだね、こうしてみると、私が旅で選んだポケモンばっかりなんですよ。ポケモンレジェンズアルセウスに関しては。はい。そういう意味では、ドストライクなんですよね。うん。今、ツイッターを見ながら情報を追っていますが、やっぱり、こんだけトレンドを埋め尽くすあたりは相当、ポフィンが今度トレンドに上がってきたぞ。で、ダークライのトレンドは絶対、うん、やっぱりダークライ派閥としてトレンドに。ダークライさんもにっこりとか言われてますね。そういえば、謎の場所どうなるんだろうな。まあ、さすがに消されるだろうと思ってますけど、なんか人によっては、おいおい、謎の場所こそがダイパーの象徴だろうとか言ってる人もいましたが、まあ確かにそれぐらい目立ってたな、あれ。そういえば、ピカブイにはメガ進化が逆輸入されてましたが、今回はどうなるんだろうね。トレンドが動く動く。うん。へぇー。で、あれか。当時をそのままリメイクするから、メガ進化や巨大マックスとかはない。で、アルセウスに関しても昔の話だから、メガ進化とか、まあ、改めてないみたいな感じで、こういう調整してんだな、みたいな。昔を持ってくるっていう調整をしてるという見方もあるみたいですね。はい。あの輝きを再びっていうのを公式ホームページでプッシュされてるようですから。はい。と、まあ、いろいろな話をしてね、話のまとまりもなかった。ごめんなさいね。なんか、新王の話してるのに突然、レジェンズの話混ざったりして。はい。まあ、何にせよ僕は箱推しなんでね。全部楽しみっす。人並みでごめんな。うん。まあ、なんだかんだダラダラと、未だにフリーダムにポケモン対戦してるくらいですから。今期長いんだよね。うん。もしかしたら、そう、さすがに、第9世代までやってるかどうかはわかりませんけど、歴代でも私一番長いんじゃない？剣盾遊んでるの。うん。なんか随分とどっぷりポケモンに使ってるんで、はい。今後のポケモン、楽しみにしたいですね。あと、連れ歩きとか地味に気になるんだけど、いろいろとね。赤木さんとかが立つわけだな、3D で。そういうところは胸熱ですな。うん。で、キャラクターの頭身自体は二頭身に近いパワープロチックのあれでしたが、ポケモンに関しては割とそのままだろうな。おー。どういう風に歩くのか。そう、剣盾だとこんな感じでね、ガブちゃん、飛んでついてきてくれるんですが、ダイパリメイクだと割とテチテチ歩いてくれるかもしんない。ちなみにこれ、速度さえ合わせたらある程度歩いてくれます。押してみると可愛いよね。うん。まあなんというか、最終的な結論としては、まあいろいろ賛否両論ありそうな形式ではありましたが、結局、楽しみだよねというところに僕はつきます。はい。まずは4月末に発売されるポケモンスナップと言わず、もうね、今日の夜からプラチナの実況をやる予定なんですよ。実況というか生放送。ちびちび進めていく予定です。いろいろポケモンに触れてね、振り返りつつ、ポケモンスナップをまずは楽しみにできればなと思います。はい。では、今回の感想会は以上で。
終わります。ありがとうございました。最後に何か一言ある？やる気十分ですね。今作はダイジェットもらえなかったけど、ダイバリメイクで対戦ができる環境があれば、君再び、そう、みんなの大好きなレートの守護神ガブリアスになれるかもしれない。期待が高まりますな。なんだかんだちょっとダラダラ喋って15分経っちまったな。はい、というわけで僕的には今回のポケモンなんだっけ、ダイレクト的な全然期待してなかったんで、スリープとユナイトだと思ってたんですよね。まあそういう意味では良かった。はい、テンションが上がってます。ありがとうございました。